さが変わってきました。ドニテコキップね、昔のやつと違ってね、今こういう風に、まあこれでも俺はもう何回か使ってますけどね、もう買った瞬間に日付が入ってるんで、前買いって言ったらいいのかな、先にねまとめて買っといてみたいなのが原則はできなくなったっていうのがね、まあ便利なのか不便なのかはねあれですけど、まあいろんな対策の兼ねてなんでしょうね。まあね、作っとくのも、まあ、これやったら切符とね、あれで金額でできますか、安くできますってことは、1日乗車券はこれだけになったみたいですよね。うん、そう、こういうタイプだけになったみたいですということですね。で、まあ、もしかしたらお得じゃない方の切符を買ってしまわんようにみたいな対策も兼ねてるかもしれませんけどね。さあ、ということで、まあ、これね、見るとね、まあ、初駅って多少ね、ちょっと目立つところなんですよね。ちょっとこういろんなね路線がふすっと入ってきてるから親っていう風に感じるところではあるんですけど、うん、まあそれぐらいのところで、まあ実際にはそこまで、まあ平日だったらもっといいと思いますけどね。結構学校とかの兼ね合いもありますからね、この辺りは。じゃあとりあえず高畑までね行ってみましょう。これはね楽にけれども、ちなみにまあこんな感じでね、まあまあ結構笠森とかね、中川の車庫の方からね、いろいろと走ってるのもありますんで、結構博多駅まで来てそこから結構気分こもやかに行くっていうのは結構行きやすいんじゃないかなと思います。まあバスの本数もまあまあありますよね、うん、それぞれ1時間に2本とかありますからね。横井町っていうのはどっかちょっと私ピンとこやんけど、あ、こんな感じ。横井町ってどこ、ああ、中村住宅の方か。なるほどね。あ、ちなみにね、ちょっとね、東西南北の関係は分かりにくいですけどね、なんか名古屋って、ちょっと地図、これちょうど東西南北が分かりやすい地図ですよね。あ、こんな感じで、はったからこっちのね、名古屋の方面っていうのは、JR やったらもう一駅で行けるね、普通列車でも。で、近鉄の場合はちょっと東西駅が多いので、まあ、真っ直ぐ行ってる。それに対して、まあ、地下鉄の場合はね、ぐるーっと大回りになるんで、結構、で、しかも各駅停車ですから、まあまあ時間もかかるのはかかるということ。ただまあ、そのまま乗り越しができますから、こっちの方面とかね、境から今池とか、そっちの方行くんでしたら、まあ、便利かなということ。これ、まあ、使い分けがされてるんじゃないかなというのが、素人の、見方ですけどね。まあ、高畑行ったら、結構、今度はここが結構一つのね、海合いとかに行くね、要所にはなってますからね。よし。じゃあ、とりあえず高畑行けみましょう。よいしょ。よいしょ。できた。スカスカです。さあ、まあ、八田駅はだいぶ歴史感ありますよ。島式ですね。よいしょ。こんな感じ。もうゆとりってにやってきますよね。反対側の列車が出てくる。まあ今回はね、地下鉄なんでね、ターミナル感もどこもないと思いますよ、うんね、それだけはね、初めに言っときますけどね、あくまでもね、通常の端っこの駅に行こうってことがあるんで、今日端っこの方まで来てみたけど、まあ特に端っこっぽいものはないですよね。行き止まりのね、やつもね、こんな先ちょっと続いてますもんね。うん、奥になんか係員さんのなんか用務口みたいなのがあるみたいですけど、特にないですよね、うん、ずっと続いてますもんね。高畑は上がったところに別に何かね、そんな目新しいものがあるかって言ったらそんな何もないはずなんですよね。どうした、じゃあ行ってみましょうか。よいしょ。あ、こんな感じ。あ、まあ利用者さん、まあさっきもね
ちょっと地図で見てましたけど、いわゆるここが一つバスターミナルになっとってね、行き違いとかできるような感じですから、まあまあやっぱし利用される方も多いのかなと。あ、そうや、今日 IC じゃないでね、よいしょ、こっちから行かんのか。タイミング的にバスが着いたのかな。わーっと今下の出入りがありましたけど、高畑駅、なんか調子が悪いな。まあこれだけね、チャージしたけど大丈夫でしょう。まあ道中の移動にも使わないですからね、今日はほとんど。まあちょっと使うことがあるかもしれませんからね。さあ、上りこっちか。ちょっと一旦上見てみますか。よいしょ。ちなみに私なりの対策なんですけどね、カメラを持ってこう移動するじゃないですか、ね、どうしても撮影をしますから。でこういったところの時にね、どうしようかなっていうねことがあると思うんですよ。これは別に専門的な人からね、こうした方がいいですよとかって言われたってわけじゃないんですけど、最初のうちはねカメラしまって、都度カバンにしまっててやってたんですけどね、よりはね、逆にね、もうね、登ってる間ずっともう回しといて、こっち側とかね、上とかね、いわゆる、MMI ラインでいいや、表側との反対側を映しといたら、ね、映らないじゃないですか、絶対に変なところが。ね、こ、うんなにね、前を女性の方とか歩いとったりしとっても大丈夫じゃないですか。ってことでね、一応そういう風な対策はしております。まあ、逆にカメラ回しといた方がね、いやいやいや、先撮ってましたとか言って言われた時に、ね、いやいや、こっちの方をちゃんと映してやってますからって、いうようなね、物的証拠になりますからね。っていうように、一応私やってますけど、どうなんでしょうね。うん、まあ、できるだけエレベーター使った方がいいのはいいですけどね。最近はバリアフリーも進んでますからね。ということで、まあ、言うとるうちに高畑の、駅前、デイリー山崎があるんですね。あ、いいな。駅前にデイリー山崎があるっていいですね。ちょっと暑いんでマスク取りますけど。まあ、くら寿司があったり、結構いろいろとあります。ミニショップもありますしね。結構、何やかんやってショップがあります。で、四方にね、バス停が。ありますんで、そっち側こっちに行くやつはそこにねあったりとかっていうんで、行き先によって出る出口がね変わりますからね、そこは事前にねお調べいただいておいた方がいいのかなという、気がします。東西南北は、こっちが北ですね、うん、でこっちが東南かな。よし、よし、そんな感じですね。まあこれが地下鉄の高畑駅。バスで中村公園の方に行けるやつってなかったっけな。あ、中村公園や、中村区役所の方。あった駅まで行けちゃダメなんだ。方面は港区役所とかそっちの方に行ってしまいますからね。こっちだとまた別ですからね。そう、ここ12時間50円、ああ駐輪場か、駐輪場もこういう遊具の増えましたね。うん、昔は駐輪場でねお金払うなんてことはねあんまりなかったですけど、まあ、逆に整備してくれるんやったらこういうのあった方がいいじゃないですか。私思うのがね、1回50円から100円ぐらいで使える有料のトイレとか公衆トイレ、結構こういった特にね町の中の方に入ってことね、そういうのあるとね便利じゃないかななんて思うんですけどね。まあ需要ないですよ。私の場合とにかくトイレが近いんで、結構ねトイレで苦労するんですよね。
なんかね、50円、100円払いますけど、快適なね、トイレが用意されてますよって言われたらね、ここでね、トイレットペーパーなんかもね、ちゃんとね、ついてますよっていうのがね、あったらね、私はありだと思うんですけどね。どんどんあんまり、まあ、この辺りまでやってないですもんね。で、ここが高畑のもう一つのバス停。で、金山駅か。ちなみにあるのかな、そもそもこの区役所の方に出つって、ああないな。おとなしく、おとなしくあれで行こうと思います。地下鉄で折り返してね、まあ、そりゃそうだ。こう日差しが出てきました。よかった。なんか久しぶりに日差しを見た気がしますね。なんか最近本当にずーっと雨でしたからね。よいしょ。